ボヘミアン・シェパード・ボヘミアン、シェパード・ドッグは、ボスニア・ヘルツェゴビナ、および、チェコ原産の牧羊犬種の一つである。別名は、ボヘミアン・シェパード、ボヘミアン・シープ・ドッグ、チョドスキーペス、ホドスキーペスなど。先祖となった犬種、あるいは、本種の原型は14世紀以前から存在していたと、されている。これが改良されて16世紀頃に犬種として、成立した。 主に牧羊犬として用いられ、羊の群れを誘導、管理するのに用いられた。重要な作業犬であり、親しまれていて、原産国である、ボヘミア王国の崩壊による動乱や度重なる、戦争や紛争を逃れ、愛好家の手によって生き延びてきた。他の作業犬種と同様に誕生してから能力を重視した繁殖が継続されてきたため、長らく確立したスタンダードがなかった。 このため、1984年から種の保存と不思議、公認を目指した計画繁殖が行われ、詳しいスタンダードが制定された。現在、ボスニア・ヘルツェゴビナとチェコでは、人気の高い犬種で、牧羊犬としてだけではなく、ペットやドッグスポーツ用の犬としても、非常に人気が高い。また、様々な訓練を飲み込み学習力が高いため、原産地では警備犬や解除犬、 盲導犬、蝶動犬、災害救助犬、警察犬などとして多彩な活躍をしている。原産地以外では非常に希少な存在で、不思議にもまだ公認登録は受けていない。しかし、学習能力や身体能力の高さから様々な国で有能な市役犬として育成できる可能性を秘めていることが注目されている。なお、本種は ジャーマンシェパードドッグの作出に携わったと言われているが、正しくはその原種であるオールドジャーマン、シェパードドッグの誕生に関わっている。このため、現在もジャーマンシェパードドッグには本種の血が流れている。愛好家には性格同様、明るい顔つきをしたシェパードであると言われている。筋肉質の引き締まった体つきをしていて、マズルは短めで先が尖っている。耳は、 大きな三角形の立ち耳、尾は、ふさふさしたタレを。コートは柔らかく厚いロングコートで、首の周りには、豊かな飾り毛がある。このため防寒性が高く、大切な首元を冷えから守るのに適している。毛色は、ブラックタンなど。身体能力が高く、激しい運動も難なくこなすことができる。 体高48から56センチメートル、体重16から25キログラムの中型犬で、性格は陽気で非常に明るく、人懐っこく、友好的である。優しい性質で、基本的に攻撃的な面はなく、家族以外の人や犬とも仲良くできる。しつけの飲み込みと状況判断力は非常に高く、この特徴は、ジャーマンシェパードドッグに受け継がれている。 学習力はそれに比べ若干劣るが、それでも他の犬種と比べるとかなり高いと言われている。忍耐力もあり、小さな子供や犬に対しても比較的寛容である。家庭犬として飼育するのにも向いた気質であるが、元が牧羊犬であるため運動量は非常に多いため注意が必要である。かかりやすい病気は股関節形成不全や運動のしすぎによる関節疾患などがある。 ありがとうございます。